え、もう1ヶ月後。ははは、は1ヶ月経ったのか。お、スーツ変えてる？かっけー。もしもし。ああ、準備してるよ、沙織さん。かっこいいじゃん。寝坊しないよ、いくらなんでも。大丈夫。じゃあ裁判所で。この格好で捜査できんの？無理か、さすがに。お、いける？よし、タクシーで裁判所に向かおう。これから江原の構造人だ。おお、かっけえ。これは写真撮らなきゃダメだな。よし、かっこよすぎるだろ。なあ、ターボ。よし。いや、この格好でさ、街のチンピラと喧嘩したりできんの？服汚れちゃうもんな。え、もうそのまま向かってる？あ、向かってるわ。やっぱり、街では歩けないんだね。写真撮っといてよかったわ。新宿駅、迷惑防止条例違反、控訴審。被告人は、現職の警察官、江原明宏。前回、第一審での判決は、星野君も、明もいる。でも、今回弁護側は、痴漢の事実を完全に否定し、無罪を主張する。検察が被告人の痴漢行為を示すとする主な証拠は2つです。1つは池袋から新宿駅にかけての防犯カメラ映像、もう1つは被告人の手から検出された被害者の下着の繊維、しかし弁護側はそれらを被告人の有罪に足るとは考えてません。検察の揃えた全ての証拠に対して反論を用意しています。検察側いかがですか？我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。以上です。まだか、まだそう考えてるのか。ではまず一審で提出された池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。10月7日午前7時43分池袋駅ホームでの映像です。サングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物です。この人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け、停車する電車を何本も見送っています。そして午前9時6分本件被害者女性を見つけると、その後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た映像です。手短に。もうちょっと黙ってくれる？心得ています。こっちの番なんだけど。被害者の証言によると、被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手をつかまれます。ただし今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性があります。その目的は同日朝に横浜で起きた殺人のアリバイ偽装でした。つまり本件の痴漢行為はそのための狂言でありでっち上げです。一審の判決はその可能性に気づかないまま下されており、十分な審理がなされていません。早速始めたな、沙織さん。勝負はここからだ。憶測です。弁護人の発言を裏付ける証拠はどこにもありません。証拠ね。問題はそこです。ええ、確かに替え玉の存在を示す決定的な証拠はありません。ですがこの可能性は検察の揃えた全ての証拠をもってしても崩せないんです。どういうことかご説明いただけますか？さあ、ターボの番だ。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は付近の通行人に撮影され、日本中に広く浸透したかと思います。被告人が現職の警察官であることでよりインパクトがあったのではないでしょうか。誰、あの人？
ホームで取り押さえられたのは間違いなく被告人です。駆けつけてきた鉄道警察に逮捕され、すぐに手の微物検査も受けています。ただし先ほど電車を飛び出していった痴漢とは別人である可能性を否定しきれません。そのことを示す証拠があります。さあ、同じ江原の格好をした痴漢が2人、逃走直後に入れ替わった可能性を示す証拠は、そうだね、もうこの俯瞰図だよね。何度も何度も出してんだけど、死角があったんだよね。これだ。こちらをご覧ください。それは大型モニターに出してください。新宿駅の俯瞰図ですね。そう、そうです。被害者女性と痴漢は電車のドアが開いた直後、駅のホームへ駆け出していきます。まず2人がいた車両は俯瞰図のここ。痴漢が逃げていく進路は矢印で表示しました。俯瞰図の薄く色が塗られている部分は防犯カメラで見える範囲を表しています。新宿の1日平均の乗降客数は世界一です。世界一なんだ。設置されている防犯カメラも非常に多いですが、この矢印が点線になっている部分ではわずかに死角が存在していたんです。替え玉と被告人はそこで入れ替わることができます。なるほど、その余地は十分にあったと。ええ、ですからこの証拠に基づいて改めて被告人に質問させていただきたく思います。被告人、あなたは一審判決を受ける際、裁判長にこう言ったそうですね。3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずですと。さらにその死体が三越柴博という男性であることまで言い当てた、警察もまだ身元を特定できていなかったのにです。なぜそんなことができたんでしょう。夢のお告げがあったんですよ。またまた不思議ですね。不思議すぎるわ。三越柴さんはあなたの長男敏郎君の同級生でしたね。ねえ、江原敏郎君は4年前に自宅アパートで亡くなっています。自殺でした。その後被告人は敏郎君の自殺の責任をめぐって学校を訴えています。ええ、江原さん、学校を訴えた理由を教えていただけますか。息子がいじめに遭っていたとの噂があったからです。しかし裁判所はその事実を確認できなかったとしました。いじめの噂というのはネット上のものでしょうか。そうですね。その中にはいじめ加害者として三越柴さんの名前も挙がっていました。被告人はそのことをご存知でしたか。ね。では三越柴さんに殺意を持っていましたか。異議あり。ちょっと待って、弁護人の質問は本件と関連性がありません。本件は痴漢行為があったかどうかを審理する場のはずです。ちょっと黙っててくれる。また三越柴博が殺害された件は現在神奈川県警で捜査中です。本法廷での素人推理はご遠慮願いたい。弁護人いかがですか。三越柴さんが殺害された件は本件事件当時のアリバイに関わる重大な事実であり、関連性を強く持っているものと考えます。わかりました、検察側の異議を棄却します。やった。ではせめて手短に。なんで。さっきの質問に答えていただけたら終わります。被告人は三越柴博に殺意を持っていましたか。どうなんだ。もちろんです。はい。裁判長、つまりこうです。被告人は敏郎君の仇ともいえる三越柴さんが殺された日、わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです。そうだね。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。しかも検察や法廷のお墨付きです。痴漢としてたかだか6ヶ月の実刑で殺人の罪を逃れられるなら、
それは被告人にとって手の込んだでっち上げをする動機になります。うん、そして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ捕まる直前にすり替わってみせた、その可能性があります。だったら弁護人はまずその証拠を出すべきでしょう。はいはい、ちょっと落ち着いてくれる。そうじゃないですよねついつい熱くなっちゃうのこの人。刑事事件の立証責任は検察側にあります。こちらが全ての証拠を踏まえた上で痴漢が無実である可能性を示した以上、検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。言うね。どうなんだ。なるほど、いいでしょう。先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全です。なんだ。なぜなら被告人が逃走している間、被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていました。いやだからグルだって話前にも言ったでしょ。そんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わっていたなら被害者女性に目撃されたはずです。まだそんなこと言ってるわ。しかし被害者からそのような証言は出ていません。被害者女性も替え玉トリックの協力者です。本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます。うん、いいあり。今のは被害者女性への侮辱です声でけえぞ。女性の尊厳を傷つける発言です。なんでそこまでする必要ある。どうする、ここで引くわけにはいかないぞ。痴漢被害者の間宮優についてどう言おう。選択肢が出てきたね。被害者女性とはいえ疑惑は濃厚。彼女は非常に優秀な嘘つきだ。発言を撤回し謝罪します。それはないわ検事はもっと人を疑いなさい。まあそうだな、被害者女性といえば疑惑は濃厚、これだね。被害者女性の疑惑は濃厚です。彼女の役割も全て仕組まれたものだったんです。うん、その可能性が非常に高いと考えます。50過ぎて妻とも別居中の男が寂しさに耐えかねて痴漢した、それだけで完結する可能性の方が高いと思います、ね、それはお前の思い込みでしょ。その言い方だと弁護側が主張する可能性もゼロではないということです何？すると 100% の確信なく被告人を有罪とした第一審は審理が不十分だったということになります。うん、ただの揚げ足取りです。弁護人、被害者女性の疑惑が濃厚というからには何か根拠があるのでは。ええ、根拠はあります。実は痴漢の替え玉トリックに協力していたのは彼女一人ではなかったんです。うん、逃走する被告人を最初に転倒させた男性や取り押さえる瞬間をスマホで撮影していた、全部同級生たちだもんな。彼らと本件の被害者女性はみんな同じ高校の同じクラスに在籍していました。うん、つまり大変不思議なことですが一見無関係に見えた彼らはみんな知り合いだったんです。ならばそこに組織的かつ計画的な意図があったことは明白です。調べたところ彼らは13年前に都内の黒川学園を卒業した同窓生でした。ところで先日偉人町で殺害された教職員沢陽子さんも同じクラスを卒業しています。そして彼女は4年前に被告人の長男敏郎くんを教えていました。うん、このことは黒川学園の卒業生たちと本件との密接な関係を示す事実と考えます。もちろんここでそれらを精査する気はありません。我々は被告人が痴漢として取り押さえられた状況に多くの協力者たちがいた可能性を示したまでです。ただしその可能性がある限り弁護側は被告人の無罪を主張します。うん、裁判長、ん？発言よろしいでしょうか。なんだこのタイミングで。何でしょう。私は殺人などしていません。はあ、はあ、まだ言う。起訴された通り電車内で被害者の体を触ったただの痴漢です。すべては弁護士たちの妄想ですよ。でも普通だったらさ、自分は痴漢してませんって否定するでしょうね。
本当の痴漢だったらわざわざ自分がはい痴漢しましたっていうやついないと思うんだよね。そこもおかしいんじゃないの、普通に考えたらね。妄想ときたかならそろそろあれの出番かもな。被告人、ではなぜあなたは控訴したんですか。弁護士が始めたことです。私はそれを止めなかっただけに過ぎません。弁護人、いかがです。被告人の言った通りです。ただおそらく被告人は記憶が混濁しているように思いますその記憶喚起のためにある映像を見ていただきます。裁判長、よろしいですか。お、ここで殺人動画か。大型モニターには出さないでください。傍聴人に見せるには刺激が強すぎる、はい、殺人の映像です。それは証拠として出せなかったんじゃ。あくまで記憶喚起のためという条件で、裁判長が許可をすればあなたに見せることは認められるんです。結構です。おう、うわ、俺らにも別に見せなくていいでしょ出どころ不明のネット動画だ。いいえ、この映像はカメラが直接記録した SD カードから再生されているんです。うん、書き切り型媒体といって、警察が証拠を撮影する際にも使用されます。つまりそこに記録されたものは信憑性の高いデータと言えます。あんたは無所を出てからこれを世に出すつもりだったはずだ。でも桑名はもうそれを待てる状況じゃない。だから俺にこれを託したんです。殺さないで頼むす。敏郎君の言葉、この先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。ちょっといいって、ここはわざわざ見せなくても。どう思う？被告人、この映像に映る白いレインコートの人物、これはあなたじゃありませんか。似てるかもしれませんね。似てる。あなたに殺害されているのは三越葉博さんです。解剖結果によると10月7日午前7時半以降に死亡しています。するとその直後、この人なんか怪しいな。7時43分に池袋駅の改札を通ったのはあなたではなく替え玉だったと考えるのが自然です。弁護人としてはこうした映像がある以上、被告人の痴漢の事実に疑いを持っております。引き続き被告人に質問を続けさせていただいてもよろしいでしょうか。検察側、いかがですか。仮にいくら信憑性の高い映像でも、その一点だけで殺人の事実は断定できません。そのことはあらかじめ申し上げておきます。この人一体何がしたいんだ。検察が私の殺人の事実を否定している。これじゃどっちが私の弁護人か分かりませんね。そうですね。そもそも弁護人は替え玉替え玉と簡単に言いますが、じゃあその替え玉をした人物はどこにいるんです。そりゃ確かに今出せないね。駅の防犯映像に映る被告人はサングラスこそかけてますが、どう見てもご本人だ。 3D プリンターでマスクを作ったと考えられます。検証してみれば分かりますが、池袋駅や電車内で被告人とされる人物は一切口を動かしていません。我々は替え玉をしたとおぼしき人物やその協力者たちからそうした話を聞き取っています。では彼らを呼んでその証言をしてもらわないと。その必要はありません。被告人が全部承知しているはずですから。私は何も知りません。まだ言うのか知らないそうですよ弁護人。どうしますか。被告人は痴漢をした、殺人はしていないという。殺人動画は確かによくできているが、他に弁護人の主張を裏付けるものは何もない。裁判長、次回本件被害者女性の証人尋問を申請します。
いえ、被告人と被害者は共に痴漢の事実を認めてるんです。双方が主張する事実関係に齟齬はありません。この状況で被害者の尋問を申請するのは前例がないでしょう。それなら痴漢の犯行が殺人のアリバイに利用された前例もないはずです。そう、その可能性もある程度は認めますが、被害者を出廷させさらなる精神的苦痛を強いるには不十分です。被害者女性の尋問申請については改めて却下します。しかし弁護人、私の判断は今言った通りです。裁判長、先ほどの被告人の供述を受け、今少し質問したいことがあります。わかりました、続けてください。なんだ、さらに質問できる。何でしょうか。ん、このまま江原は白を切らせたりはしない。そうね、何か突破口を見つけるんだ。ん、警官としての誇りはありますか。誉れ。桑名仁を知ってますね。誰が三越馬博を殺したんですが。いや、桑名仁の名前を出してみるか。江原さん、あなたは桑名仁を知ってますね。偉人町で便利屋をやっていた人物です。いえ、知りません。知らないんだ。10月7日、桑名はあなたの姿になりすまし、池袋から新宿駅へ向かう電車に乗っていました。彼がこれまで何度も話に出てきた痴漢の替え玉、その人です。裁判長、今の発言を裏付ける証拠はどこにも提出されていません。桑名という名前の載った文書その他、検察は一切知らされていない。その桑名は被告人に三越馬さん殺害を焚きつけた人物でもあります。弁護人、検事のおっしゃった通り、我々は桑名という人物を承知していません。実在するかさえ確認が取れてないんです。これ以上は控えてください。ですが、被告人の動機を説明するには桑名の存在が不可欠です。彼がいなければ江原さんは三越馬を殺しておらず、この法廷にいることもなかったはずです。うん、違いますか。私は桑名という人を知りません。ほう。いえ、あなたは彼のことを知ってますよ。桑名があなたの復讐心に火をつけたんです。そのことを思い出していただきます。何で。江原と桑名の接触を示す証拠がある。ふう、それが三越馬殺しの動機だったはずだ。なんだ。あ、この証拠は今までなかったんですよね。沢先生の音声データ。これじゃねえか。これになります。何です？あなたはネットの書き込みを読んだだけで、三越馬さん殺害を思い立ったわけじゃありませんよね。学校と裁判で争っていた時でさえ、あなたはまだ誰のせいで敏郎君が亡くなったのか確信がなかったはずです。うん。そこへ桑名がこの音声データを持ってきたんじゃありませんでしたか。ん？じゃあそれはまさか。まさか。そのまさかで動揺してるね。敏郎君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ小芝という生徒が探しに来ました。あの時敏郎君の怯えてた顔が頭から離れません。4年前敏郎君を教えていた沢陽子先生の声です。これを録音し被告人に聞かせたのが桑名です。すべて打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。被告人は
この音声を聞かされたことで自分の息子が御子柴さんに追い詰められ自殺したと考えた。うん。そして御子柴さん殺害に引き込まれていったんです。どうですか江原さん、覚えはありませんか？ありません。まだひでずんな。なるほど。ではこれまでじゃないですか弁護人。いい加減本題に戻るべきだ。私はさっきの音声を桑名から渡されました。ですが考えてみれば出所不明の怪しげなものだったかもしれませんね。何？映像だって自在に捏造できるご時世です。これくらいいくらでも作れてしまいます。どういうつもりだ？声の主である沢先生は先日何者かに殺害されてしまいました。録音した桑名もまた姿を消して以来消息不明です。もはやこの音声の内容が真実かどうか裏付けてくれる証人はいません。でも江原にとってこの音声の内容は間違いなく真実だったはずだ。でもこれどうすんの？私の思い違いだったんでしょうか。あなたはこの音声データの内容をご存知なかったんですか？桑名から聞かされたのでは？知りません。聞いたこともないし私には関係がない。まだそんなこと言うんだ。ところでこの音声データはおそらく私以外には桑名しか持っていません。その桑名が消息不明である以上データは今私が手にしているこれだけです。バックアップも取ってません。何が言いたい？今ここで役に立たないならこのデータはこの先も必要ない。あなたにも関係がないということですし。お、削除する。ならもういっそここで消してしまっても構いませんね。なんで？バカな。ダメだ。お？はあ、引っかかったな。なぜ消してはダメなんですか？それは御子柴が裁かれるべき人間だった証拠だ。みんなが敏郎の受けた仕打ちをなかったことにしようとした、そのたった一つの証拠だ。おお、学校との裁判で法廷は敏郎の自殺に直接的な原因はわからないと。結局誰一人責任を取らず誰も罰せられず息子だけがバカを見た。ええ、そうでしたね。あんたらなんて無能なんだ。もうここまで来たら偉そうに法だ正義だとすまし顔で、うん、結局真実には届かない。ついに本音を吐いたね。そして俺なんかのアリバイ偽装にコロッと騙される。たかが痴漢と軽く見て、うん、ちょろいもんだ。お前らがそんなんだから敏郎は命を捨ててまであげた恋を拾えず御子柴を野放しにした。人殺しを裁けなくて何が法だ。そうだよね。だからすげえ考えさせられるよね。だから俺が御子柴を殺すしかなかったんだ。言ったな、ここで。お、なんだ、やっぱこいつ怪しいな。こいつら痴漢の現職警官、やっぱり殺しもやってました。おお、あなたは、あ、御子柴博を殺害した後新宿駅で替え玉をしていた桑名と入れ替わり痴漢として取り押さえられた。ああ、そうだ。もう最初からそう言えばよかったのに。どんだけ時間かかったんだ。法廷に敵意を持つ被告人です。その言葉だけでは信用できません。お前まだそんなこと言えんの？本当に御子柴さんを殺害したというならあの殺人動画以外に物証はないのですか？あ、ナイフね。本当はそれを無所出てからこれ見よがしに出すつもりでいたんで、その方が引き立つでしょ。法の無能さ加減が。何か残ってるんですね、御子柴殺しの物証が。
何がですか？妻の住んでるアパートに、お、息子の仏壇があります。そこに三越芝を殺害したナイフが収められている。マジで？そこで奴の血がついたまま。ああ、その仏壇、僕、手を合わせましたよ。じゃあ妻も知ってるってこと？手柄を上げ損ねたな。わかりました。すぐ調べに行かせましょう。弁護人、まだ何かありますか？どんな理由があっても個人的な復讐は許されるものではありません。ただこの江原さんの動機は法への不信感です。万人に公平なはずの法は敏郎君へのいじめを証明できず、その加害者に何の責任も負わせられなかった。法もそれを扱う人間も完全じゃありません。そこに救いきれてない人たちがいることを本件は浮き彫りにしたと考えます。異例ではありますが、本法廷は三越芝さん殺害の凶器発見まで休廷。続きは日を改めたいと考えます。検察、弁護人、いかがでしょう？了解しました。弁護側、異存ありません。いややりきったな、この法廷で。まあでも楠本玲子の名前は出さなかったね。まあここで出す必要もなかったのか。さっき神奈川県警が江原の妻の家でナイフを押収したそうだ。ほう、早っ。たかが痴漢と侮って恥をかかされたよ。謝れ。それは私も同じです。探偵のことも侮っていた。何より私は思い上がっていた、うん、真実の追求より法の権威や組織のしがらみが上であっていいわけがない。そのことを改めて学ばせてもらった。感謝する。おお、いいやつじゃん。いえ、成長したな。源田先生、高野検事は駆け出しの頃からずっと頑固もんだ。頑固そうだね。一度言い出したら自分の上司にだろうが噛みついてやりとける。だから人に頭を下げるなんてことは異例中の異例なんだよ。よかった。やっぱり苦手ですよ、源田法律事務所は。苦手って言われてよかったね。二人ともよくやったな、お疲れ。うん、一件落着だ。ん？お、これはちょっと危ないんじゃない？さん、ん？お、楠本玲子。楠本事務次官。バンド。バンド。じゃああいつが公安の。ええ。華麗なものでしたね、八神先生。さすが桑名に見込まれただけのことはある。何しに来た？八神先生とだけお話ししたい。なんだ、俺たちお邪魔か？余計な情報を知れば彼らも危険にさらされる。お望みとあらばそれでも構わない。ここにいても八神さんを困らせてしまうだけですね。うん、あきら面白い。もう一月くらい前か、楠本さんに桑名から手紙が届いたんだ。手紙？手紙じゃ逆探知はできないからな。手紙にはなんて？相馬から聞いてるだろう。桑名は河合信也の死体を隠してる。楠本さんの指紋や痕跡が残されたままでな、うん、
そんなものが明るみになれば厚労省はまた大事になる。我々としては河合の死体を回収し、燃やすなり溶かすなり速やかに処理してしまいたいんだよ。死体はもともとミツルをいじめた連中を操るために保存していたもの。でも先生は今それを私の弱みとして握ってるんです。そんな話をなんで俺に。先生からの手紙に書いてあったんです。江原さんの裁判が終わったらあなたと話せるようにしてほしいと。私の電話を通じて。え、ほう。ってことは桑名から今電話来たってこと。桑名から。楠本さん、近くに八神もいますね。スピーカーフォンにしてください。どうぞ。江原さんの裁判うまくいったみたいだな。情報早いね。あの人は望んだ通り法に一矢報いることができたはずだ。お前のおかげで。桑名、公安があんたの位置を逆探知してるはずだ。今何か対策してるか。いや、持ってるスマホから直接電話してる。大丈夫それ。でもいいな。どうせいつまでも逃げ切れるもんじゃない。何考えてる。捕まったら殺されるぞ。だからそうならないように交渉してるんだ。楠本さん。はい。正直なところ、あなたに裏切られるとは思ってませんでした。でも、ミツル君が目を覚ましたんですね。だとしたら、河合を殺害した過去は、あなただけの破滅にとどまらない。全てが明るみに出れば、ミツル君を人殺しの子にしてしまう。それは、それだけは、避けなければならないんです。ええ。そうです。あなたはそれでいいんです。この先もずっとそうしてください、うん、あなた方親子はすでに地獄を味わった。ミツル君を守りたいのは私も同じです。何何、じゃあターボーに何。河合の死体はどこ。この電話を逆探知すればわかります。私は今おお、あいつの死体と一緒にいますから。死体と一緒にいる。居所がわかりました。すぐそのを向かわせます。早っ。どこだ桑名、今どこだ。異人町だよ。あの町から一歩外に出れば俺は無力だからな。やっぱり異人町か。他に行き場なんかない。桑名、きっと。え、河合の死体と桑名が片付いたら次は俺でしょうね。坂東のさじ加減次第でもう何人か知りすぎた人間が口を塞がれるかも。沢先生がそうだったように。あなたが選んだのはそういう道です。沢先生のことはミツル君にどう伝えるつもりですか。私のやったことじゃありません。沢さんが巻き込まれるなんて予想できたはずがない。でもこの先桑名に起きることは予想できるんじゃありませんか。俺はむざむざあいつを死なせたりはしません。だから異人町に向かいます。うん。私が坂東に掛け合います。あなたを殺させたりなんかしません。だからもう余計な首を突っ込まないで。俺だけじゃねえ。聞けませんよそんな頼みは、うん、もう全て綺麗にしないと。桑名は今も異人町だ。相馬が RK を引き連れてあいつのとこに向かう。それは確かですか。何か動きがあるはずだ。場所を絞っといてくれ。俺もすぐ異人町に向かう。うん。異人町に着いたのか。着替えた。しかも早っ。そんな余裕があったんだ。雲か。異人町に着いたようですな、八神氏。バレちゃった。今どうなってる。
RK は動き出してるか。ええ、それと先ほどからネットにある写真が出回り出している。ある写真？おそらく桑名さんが意図的に流した写真かと。今そちらの端末に送りました。待ってくれ。もしかして河合真也？うわー、やっぱりこれは河合真也。うわー、最下冷凍されてる。画像データに含まれている情報から撮影されたのが数分前であることと、やべえな、撮影地点の緯度と経度が分かりました。横浜の海沿いにある倉庫会社です。お、所有者はセイレーンのマスターと同じ名義で。セイレーン、懐かしいな、あのマスターね。え、桑名の桃園って言ってた元ヤクザだったな。その人の倉庫なら死体を隠すのにうってつけか。倉庫の場所を教えてくれ。いえ、今杉浦氏が車でそちらに向かっています。早いね、仕事。八上氏は伊勢崎ロードを抜けて鶴亀街道に出てください。わかった、わかった。いつも助かるよ、つくも。神室町では八上氏に鍛えられましたから。仕事早いね。じゃあこっからも、ん？推奨。これからゲームクリアまでバトルが連続します。はい。不安のある場合はこのタイミングでアイテムなど補充しておくことをお勧めします。まあ確かにそうね。あれ、ちょっと待って。今、メニュー開かないんだ。ポーン。メニュー押しても、ああ、開いた、開いた。びっくりした。なるほどね。でもここでセーブしたりできるよね。あとスキル習得したり。なるほど。アイテムも一応あるけど、もう少し買っとくか。俺結構食事アイテム買ったからね。まあ少しだけ準備してから行くか。